皆さんこんにちは、茨城ほのぼのチャンネルです。今回は水戸市にあります正味庵さんに行ってきました。まあ暑かった、日もねやっと落ち着いて、一気にね、夏から冬に行くような勢いで、まあ、帰宅途中ね、寒かったのもありまして、温かいものが食べたくなりまして、思い切ってね、今回初めて正味庵さんに行ってみました。今回オーダーしたのが鍋焼きうどん1100円税込みになります。まあ先日に続いてね、また鍋焼きうどんですけど、まあお店によってね、ビジュアルもかなり違うので、まあね、楽しみでオーダーして美味しくいただいてきました。今回の動画は以上になります。まあ、こういったお店でね、丼物とかも気になりますので、機会あればまたお邪魔したいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。